今ですね、ベトナムに来てます。で、メコンデルタ、メコン川のね、近く、ミトのあたりですけど、今来てるところです。寺ですね。で、こんな感じでね、すごいね、この笑顔が。まあ、1849年にこの寺はできたんですけど、1849年できたんですけど、途中、火災とかがあって、で、壊れてしまったみたいです。で、これは2007年にね、復元されたもの。なんで、まあ、新しいですよね。すごいね、これなんか。日本じゃちょっとこれはないですけどね。やっぱ福の神なんか耳たぶ見てください。相当耳たぶがでかい。自分ね、よく。自分も結構耳たぶがね、結構でかいって言われるんですけどね。同じっすね。こんな感じですね。お腹もね、すごいですね、これ。出てます。こんな感じです。で、あっちにももう一つ像がありますね。